重剣道は、明治時代に、フランスから伝来した西洋式重剣術に、日本の創術の真理、剣道の理論等を、日本人に合うように研究、改良されて成立した重剣術が1956年に、近代スポーツとして、競技武道化したもの。剣道のような防御を身につけて、市内の代わりに木銃を用いて、相手と付き合う競技である。日本では幕末に、 銃剣術が伝えられた。1841年、高島周藩が、武州徳丸が原で行った、日本初の洋式銃陣の公開演習の際、銃剣総連も実演された。本格的に採用されたのは明治維新後である。フランス式銃剣術採用期第2本、帝国陸軍発足後の1874年、フランス陸軍から体操教官として招兵された。 熟老軍曹がフランス式剣術、銃剣術を紹介したが、本人は専門ではなかったため、普及するまでには至らなかったようである。1884年、フランス陸軍から陸軍富山学校に剣術教官として招兵されたドビラレー注意、キエール軍曹が正剣術、軍刀術、銃剣術を本格的に指導した。 日本式銃剣術の制定1887年、フランス人教官が開顧帰国すると、フェンシングや西洋式の銃剣術を取りやめ、日本の伝統的な剣術や創術をもとにした独自の軍刀術、銃剣術を制定する動きが起こった。銃剣術については、まだ創術が指導されていた、区内省最年間に、富山学校教官が派遣され、創術が研究された。 1890年、富山学校長、大久保春の大佐は、フランス式剣術、銃剣術の廃止と、日本式軍当日、銃剣術の制定を決定した。その後、富山学校体操課長で、剣術家の津田京、おさむ単位を中心に、包造院流創術の伝承などを研究し、1894年、包造院流やサブリ流などの日本の伝統的な、 創術をもとにした日本独自の銃剣術が制定された。1915年、創術の払い技をもとにした技を加えるなどの改定が行われ、陸軍剣術共犯の内容も改められた。1921年には着剣していない状態の銃剣を用いる戦技として、日本の伝統的な小立ち術をもとに探検術も制定された。 第二次大戦中の重剣道集団重剣道を、円鶴る学校の生徒1940年、紀元2600年記念の柏原神宮大会から、名称を、重剣道に改め、翌1941年、第日本重剣道振興会が設立された。戦前の重剣道は、名称変更された後も技法面では、重剣術と変わらず、教育機関でも指導された。 太平洋戦争末期の1944年頃から主に男性を中心に行われた竹槍の訓練もその内容は創術ではなく銃剣術であった。このため現在でも年配者には戦前の銃剣道や竹槍訓練を銃剣術及び銃創術と呼ぶことがある。1945年に敗戦すると GHQ 司令により武道が禁止された。 最高占領終了後の1953年、旧陸軍富山学校関係者が富山県有会を設立し、東京都戸塚警察署の剣道場を借りて稽古を再開。これに交応するかのように各県で重剣道を再興する動きがあり、自衛隊においても重剣道が体育の一部として採用された。1956年、重剣道の全国組織として、 全日本重建道連盟が結成され、初代会長に旧陸軍大将今村仁志が就任。重建道は旧軍の象徴的種目という負のイメージで捉えられ、社会一般からは白眼視されたが、その後日本体育協会、日本武道協議会に加盟し、身体育成や精神修養を目的とする武道として再興した。競技者一般部門も存在し排除されているわけでは、 ないが、積極的な勧誘は行われておらず、自衛官が、競技人口の大半を指名役員の多くも、元幹部自衛官、一般部門も、元自衛官や子息が多いなど事実上、自衛隊関係者の競技という状態である。一定の競技人口が維持されることから衰退こそない、ものの、参加者の大半が、自衛官という状態であり災害派遣などで参加者が、 激減し大会が中止されるという事態がたびたび起きている。大学では国士館大学や山梨学院大学など少数であり、防衛大学校とともにほぼ全員が全日本学生選手権に出場できる現状である。高校は数名が個人で大会に参加している。実業団としてはアルサックの重剣道部がほぼすべての大会に参加している。 銃剣道部員は探検道の有段者も多く、探検道の大会にも参加している。自衛隊との関係陸上自衛隊では、同自衛隊により制定された自衛隊銃剣格闘とともに訓練されている。航空自衛隊においても訓練されており、隊員は多くの場合段位を取得する。このことから戦技的イメージを持たれることがあるが、全日本銃剣道連盟は、 戦前の戦技的内容を払拭した競技武道としており、一般に受け入れられ、安いようにスポーツ色を強めようとしている。1998年、旧軍の体操服を思わせる白い筒袖の道着から、剣道と同じ紺色の袴へ変更された。ただし従来の閣議服も並行して使用され、続けている。自衛隊における、 銃剣道訓練による公務災害自衛隊が発足以来、銃剣道の訓練中に死亡し、公務上の災害として認定された隊員が2名おり、2016年の1年間で自衛隊員が銃剣道訓練で負傷し、公務上の災害と認定された件数は59件ある。急日本軍で用いられた日本式銃剣術は、創術を参考に誕生したこともあり、 小銃の長さを生かした、突き技が最も重要視されて徹底的に訓練され、重傷での打撃技などはあまり重視されなかった。これは、欧米人との体格差を考慮したものと思われる。戦後、幾度かの教速改正を経て、現在では特に左手で握ることができる位置が限定され、接近した場合での目銃を短くするように持つことや、 左手を滑らせることにより遠くの相手へ剣先を届かせる、繰り付き、または重勝部にあたる、勝負盤での打撃は禁止されている。重剣道の試合は、むね剣道と同じ防具に左胸を保護する、裏布団、肩を保護する、肩を着装し、10メートル四方の試合場の中で、対戦相手の上道、下道、喉、小手、肩の5つの角部位を目銃でついて競技する。 重剣道での有効な攻撃は一つのみであり、競技者は相手の目銃を払う、抑える、あるいはかいくぐるなどして基礎やい勝敗を決する。ただし、有効な一つは心、気、体が一致した場合のみとされ、その攻撃が有効である、または相手より優れていると審判員に判定されれば、一本となり、三本勝負の場合、一本を二回選手した者が勝利する。 また、有効一突がない場合、より、心、気、体に優れていたと判断された競技者が、判定により、優勢勝ちとなる。試合の選手の故障は、団体戦のページの選手の故障を参照。全日本重剣道連盟が、団球くらい及び称号を授与している。重剣道とは全日本重剣道連盟日本、武道館編。 日本武道競技会設立30周年記念日本の武道365ページニュース映像第42号ニュース映像 NHK 戦争証言アーカイブス日本武道館編日本武道競技会設立30周年記念日本の武道367ページ第60回全日本重剣道優勝大会開催中止について全日本重剣道連盟重剣道部 アルサックハット隊発足以来重剣道の訓練中自衛隊支社二人、ありがとうございます。